充電できてるかな。やあやあ、こんばんは。テロップ書こうか。眠たい、やば。今日のレッスンはね、割と新メンバーでした。珍しいメンバーでしたよ。ちょっと待ってね、テロップ書いてるから、ちょっと待ってね。うん、この配信終わったら寝ます。何そのアバター、何それ、すごい。私のサインや。スラメさん、ありがとうございます。STU48 ドリフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。いや、それそれそれ。あ、明日カラオケ配信すればよかったな。でもまだ今日申請出してないから無理だ。でもストレスあるのかな、まだわかんないや。え、違う違う違う、髪型は今から研究していくんよ。いいね、ありがとう。とうとうごまちゃん、ありがとう。え、なんなのそのアバター。はあ、な、新生理用前日に。久々だね、久々だね。あ、昨日募金のところ見てめっちゃ可愛かったです。おお、ありがとうございます。まさかそんなところで見つけていただけるとは。流した髪型、そう、今日ね流してたんだけど、レッスン終わりでめっちゃ汗かいてたから、さっき髪の毛きれいにし直した時にパッツンに戻したんですよ。りんちゃん、ありがとう。なんかすごい、すごいアバターめっちゃ、なんかボールがポン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 跳ねてるみたいになってる。もうマジカルアサルートさん、ありがとうございます。髪型研究をしようかなと思って、前もまいちゃんがさ急遽家に来てできなかったから。ひでぽん、ありがとう。皆さんがしてほしいなって。私もめっちゃ眠い。はつみさんだよね。 ST48 ドリフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。よろしくお願いします。髪を切ったのに気づいてくれないと寂しい。いや別に、何かしてほしい髪型があったら言ってください。私が今からそれに変身します。ね、髪切ってないです。ご配信しない、サイドポニー、サイドポニーいいよ。よっしゃ、どんどん行くよ。え、今日さ、そう、レッスン場がさ、今までクーラーが効かんくってからさ、レッスンにならんけんって言って、キョンキョンだ、レッスンにならんけんって言ってレッスンができんかった時期があったんやけど、今日なんかレッスン場行ったら、業務用のなんか体育館とかを冷やすこういう何筒状の冷房が来てて、ずっとそれを服の中にこうやって風を当てて涼んでた。そう、なんかクーラー効かない時期があって、それでなんかクーラー効かないからレッスン中止みたいな時期があったんですよ。でもそう、なんか新しい業務用のやつが来てた。そう、クーラースポットっていうのかな、それ、スポットクーラーなのか分かんないけど、
サイドポニーできるかな。髪がね微妙にまだ短いんでね、できる髪型とできない髪型あるんですけど、今日のこの T シャツどこがセクシーなの。ゆうころありがとう。そうレッスン再開できるよ。ポンパ、ポンパドール、前髪流したやつ後でやるね。とりあえずサイドポニーやります。はやとありがとう。にっこ兄さんありがとう。お、初見さんありがとうございます。 STU48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。よろしくお願いします。ちょっと待って、画面明るくしよう。暗い。